ことなくて過ごすべき日は、心のどっかに愛な頼みして、いとしもあらぬ恩を志なれど、今はと別れたて祭るべき門出にやと思うは、哀れに悲しく、遅れておぼし嘆かんことの片付けなきを忌みじと思う。母宮洲どころも意図忌みじく嘆きたまいて、世のこととして、親おばなお去る者に起きたて祭りて、かかる大恩なからいは、とある折も、かかる折も、離れたまわぬこそ例のことなれ。各引き分かれて、平らかに物したもうまでも、すぐしたまわんが、心尽くしなるべきことを、しばしここにて、各試みたまえ、と、おん傍らに、三木町ばかりを隔てて、見立て祭りたもう。ここから、こういう状態になっての、柏木の、胸の中のことですね。胸の中の思いですが、格別のことがなくって過ごすことのできる日、そういう日には心がこんな病気の中でもいくらかのどかで愛な頼みをして、愛な頼みってのは、あてにもならないことを心頼みすることですね。格別確かな心の支えになるような条件が整っているわけではないのに、なんとなく心頼み気分的にしてしまってということですが、それが愛な頼みね。いくらか こともなくって過ごすことのできそうな、そういう日は気持ちがのんびりとして、あてにもならぬことを頼みにして、いとしもあらぬ恩志なれど、まあこれはこの病気になってからというだけではなくて、前々からの夫婦生活のありようですね。それが格別これといって深い情愛が終わりになったわけではないけれども、でも今はと別れたて祭るべき門出にやと思うわ。柏木は自分の健康状態一番切実に分かっているわけです。これは容易なことじゃない、もう俺の最後だろういうふうな気持ちになっているわけで、ですから今はとて別れたて祭るべき門出にやと思うわというのは、もうこれを最後として生き死にの別れになってしまうはずの、これから父の屋敷へ自分だけ行っちまうわけです、その門出であろうかと、そう思うのは、二宮を残して今までそれほど二宮に対して細かい愛情を持っていたというわけでもないんだけれども、これが最後と思うと、さすがに胸迫る思いに柏木がなるわけですね。一方で女三宮とああいうことが事件を起こしているわけで、そのことも柏木の心を一層責めてくるわけでしょう。で、哀れに悲しく、大層しみじみと心悲しくって、
遅れておぼし嘆かんことの片付けなきを忌みじと思う。自分が亡き後に後に一人残って、この二宮が大思い嘆かれるであろうこと、そのことを思うともったいない思いがして、ひどく悲しいと思う。源氏なんかはあれだけのキャリアがあって、そしてあれだけの年齢で女三宮を、いただいたわけ。女三宮が降下してこられた。しかしその扱いは今までの制裁のような位置にいた紫の上よりも当然一つ上の段において、そして大切に内親王様ですから扱っていかなきゃなんない。若い柏木のところへ二宮が降下なすっている。今になって柏木を考えてみても、そんなに二人の間に細やかな愛情があったというふうには思えない。しかしこんなふうにして自分の命がもう短いんだというふうな思いの中で考えてみると、なんかしみじみとまた切ない悲しい気持ちになってくるわけですね。母宮安どころも糸を忌みじく嘆きたまいて、二宮のお母さん、これはもちろん三宮とは母親が違うわけですね。朱雀の帝のおそばに仕えていたわけですけれども、その二宮の母にあたる宮安のところ、天使の御子を産んだから宮安のところですが、この二宮は今まで出てきたように二宮ですけれども、同時に落ち葉の宮と言われている人ですね。その落ち葉の宮、二宮すなわち落ち葉の宮の母の一条の宮安どころと言われる人です。その一条の宮安どころも大層心を痛めてお嘆きなさって、もっと具体的に言えばため息ばかりをおつきになって、で次はその宮安のところの思いですが、世のこととして親をばなお去る者に起きたてまつりてかかる御恩なからいは、とある折もかかる折も離れたまわぬこそ例のことなれ。世間普通のこととして考えてみて、親に対しては親として大切にお立て申して、かかる御恩なからいは、こうした夫婦の間柄というものは、夫婦の仲来というものは、とある折もかかる折も離れたまわぬこそ例のことなれ。離れることなしに一緒にいるということ、それが常のことである。それを各引き分かれて、こんなふうに夫婦仲を別れさせられて、別々に置かれて、平らかに物下まうまでもすぐ下まわんが心づくしなるべきこと、平安な状態におなりになるまでの間をお過ごしなさるということが、いかにも心づくしなるべきこと、気がかりなことだと思われてなりません。つまり二宮の母としては、母親としては、そういうことを心配するわけですね。
しばしここにて、かくて試みたまえ。しばらく、別れ別れにならないで、このまま、この屋敷にいて、治療を試みてごらんなさい。と、御傍らに、三木町ばかりを隔てて見立て祭りたも、柏木の寝ている、伏しているその病床の傍らで、三木町ばかり、移動式の帳ばかりを隔てて、その様子を案じて見守っていらっしゃる。お見申し上げていらっしゃる。